ノーサンプトン公爵は、イギリスの公爵位。過去に2度創設されており、現存する2期目のノーサンプトン公爵位は、1572年創設のコンプトン男爵、1618年創設のノーサンプトン伯爵を前身とし、1812年に、第9代ノーサンプトン伯爵チャールズ・コンプトンが、連合王国貴族として除せられたのに始まる。 2015年現在の爵位保有者は、第七代ノーサンプトン公爵スペンサー・コンプトンである。初代エセックス伯爵、ウィリアム・パーが、1547年2月16日に、イングランド貴族として、ノーサンプトン公爵に助せられたのが、最初の創設である。しかし、子供がなかったので彼一代で廃絶している。アシュビー1536年から1567年に、 かけて、庶民委員議員を務めたヘンリー・コンプトンは、1572年5月8日の議会召集令状によるイングランド貴族借位、コンプトン男爵に除せられたついでその息子である。第二代コンプトン男爵ウィリアム・コンプトンは、1618年8月2日の直居状によるイングランド貴族借位、ノーサンプトン伯爵に除せられた。三代ノーサンプトン伯 ジェームズ・コンプトンの第三子スペンサー・コンプトンは、ホイック党の政治家として活躍し、1730年に、本家と別に、グレートブリテン貴族者ク位ウィルミントン伯爵に助せられ、1742年から1743年にかけて首相を務めたことで知られる。しかし、子供がなかったため、ウィルミントン伯爵位は、彼の死と共に消滅している。 議会招集令状によって創設されたコンプトン男爵位は女系継承が可能であるため5代脳サンプトン博ジェームズ・コンプトンが1754年に娘のみを残して死去した際に女系継承が行われた一方男系男子のみに継承されるノーサンプトン博爵位は弟ジョージ・コンプトンに継承されたので分離した旧代脳サンプトン博 チャールズ・コンプトンの第の1812年9月7日には、サセックス州における、ウィルミントンのウィルミントン男爵、ウォリック州における、コンプトンのコンプトン伯爵、そして、ノーサンプトン公爵に助せられた。2015年現在の当主は、第7代ノーサンプトン公爵スペンサー・コンプトンである。邸宅は、ノーサンプトンシャーにあるアシュビー城とウォリックシャーにある、コンプトンウイナイエートである。 現在の当主である第7代ノーサンプトン公爵、スペンサー・コンプトンは、以下の爵位を保有する。ケーフズ、ありがとうございます。